取れちゃった。魚がかかりました。おお、いいね。次に行きました。で、またギュ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 。できた。やったいいね。なるほど。はい、いや、これでみちゅうさん先に釣ったらやだな。いいね、めっちゃ釣れそう。画面に映ってる。あ、いるいるいる、来てる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 。あ、行っちゃった。くぅー、見切られた。どうしたですか先生。ちょっとやってもらってる間に、うん、ワカサギの準備、うんうん、お願いします。はい。仕掛けはこのダイワさんのワカサギ仕掛けを使わせていただきます。こいつをつけます。はい、こんな感じでちょっとリオリをつけて。はい、あれ、うん、ああ本当にあれなんだ。あれだ、北海道でやったのと一緒だ。あ、一緒、うん。生きてるのがいい。うわ、キモい。君に突き刺してあげよう。どうする料理を出ました。いや、でも美味しそうだな。美味しそう。美味しそう。釣り人だな。料理を完全に釣り人だわ。これを美味しそうって言っちゃうんでしょ。うん、美味しそう。もっとちゃんと刺した方がいい。いいんじゃないかな。これをここにポチョッと。あ、ここでやるの？うん。じゃあ、行きます。じゃあ、行きます。顔の先、ギリギリに行きますからね。はい、ちょっと貼っとけば、ちょっと糸貼っとかない。お、来てる。お、来てろ来てろ。もう一回落とします。ありがとうございます。はい、もうこっちにまたここに仕掛け付け直すのがあるんで。あ、わかりました。ここでお取りに行って、負けたら、はい、今日は取れるよ。もう絶対やる。だからね、早押しクイズみたいな、うん、はい、って感じ。あ、来た、来た、あ、釣れた。ちっちゃい、美味しそう。これはリリース？うん、食べちゃおう、食べちゃおう。食べちゃう？食べてあげるね、君のこと。つるつる。あ、すごい、手に鱗ついてる。混ざるわけ。よっしゃ、やるぜやるぜ。シャイニー。嬉しい、楽しい。身長200m。 身長200m？
お。嘘、そんなことあるの？すごい、すごいでかいんだけど、当たりが。嘘。なんだろう。なんだろう、なんだろう。ほら、お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 、でっかいワカサギ？ワカサギだー。すごい。ワカサギだー。やったー。やったー、でかーい。めっちゃでかい。いいね。わーい。来てるね。好きな先輩がいて、なんか駅のホームで勉強してたので、なんか差し入れようって思って、キオスクでアルフォート買って、アルフォートもそう、アルフォート買ってかわいい、もう恥ずかしくなっちゃって自分で差し入れようって思ったくせに、先輩の目の前に行ってアルフォートだけうんって出して、何も言わずに立ち去ったかわいいでもそう、でもね、先輩もうね、みたいなすごい恐怖の顔してたから、そう、怖いっちゃ怖いかも。怖いよ。か怖いかどっちか、紙一重だね。いや怖いよいやもうその時の先輩の顔が本当になんかかわいそうなことしちゃったなみたいな本当に怯えてたからな。なんでキットカットじゃないんや。確かに、なんだろうね、なんかアルフォートがやっぱり高級感あってよかったんじゃない。船描かれてるし若干ね、うん、高級感ある。キットカットより高いのか、アルフォートの方が。変わんないんじゃないかな。おっと、来た来た。お、来い来い来い。3匹お願い。お、来た、やったー、イエーイ、来たー、来たー、完璧でーす。やったー。ってことで、追いついたぜ。お、さすが負けず嫌いな私早く10匹釣って、船旅に出たい、ね、お、お、同時に、お、来てる来てる来てる。お、すごい、私にはかからなかった。嘘。来たー、やったー、イエーイ。4匹目やったー、来ました。お、来たー、かわいい。来たー、超ちっちゃいね。いいね、ボートがいい感じにアングルが変わってるよね。すごいね、れてめっちゃいいね、自動カメラマン、優秀。
まだ画角から外れる時がある。え？釣れた？え？すごい！釣れた？釣れた？え？何？鯉？え？ブラックでっかーい！すごい！でっかーい！嘘でしょ？何？すごい！三井さん、何ですか？すごい！嘘でしょ？わあ、マネージャーさんが釣りました。お、リオリオマネージャーさん。ね、すごいね。めっちゃいいね。自動カメラ。うん、まだ、ここから外れてくるが。え？すごい、釣れた？やべえ。何？何？え、ブラでっかい。すごい。でっかい。何？すごい。三井さん、何ですか？嘘でしょ？やばいよ、でかいよ、ちょっと。おお、すごいね。すごい、さすが。これもシャットで。はい、マネージャーさんがやりました。素晴らしい。すごい、ワカサギ釣りしてる間に釣りやがったな、ね。初めてだよ。初めてやって初めて。おお。ありがとうございます。本当にすみません、申し訳ないです。ここいいかもしれない。僕もこれで釣ってくるから。ワカサギなんかでね、遊んでるからいけないんです。すみません。え、なんか来たってなったんですか？え？もうだって、うん、もうほとんど投げる練習だけしてたのよ、ひたすら。うん。どうやって投げるのか、まあ、どうやって投げるのかなって練習だけしてて、で、巻くときは全然これで巻けるってやつだから、ってしてて、その巻いてるやつに、バッて引っかかるから、あんまり抵抗を感じない。へぇー。もともとなんかそいつ自体に抵抗があるんだよね。あ、う、あ、ん。うん。うん、最後の方だけど、俺いつも次の方向行っちゃってる。へぇ、すごいですね。こっちの方が実際は簡単かもしれない、引っかかってくる。ただ、巡り合わせがなかなか。そういうことですね。そう、じゃあこれで、わかった、これで釣ろう。じゃ、行きましょう。はい、行くぞ。うん、レッツゴー。いやー悔しい、めっちゃ悔しいぜ、うん、めっちゃ悔しいよ、本当に。なるほど、巡り合わせか、難しいな。巡り合わせ難しくないですか？よく、すごいですね。へー、すごいな、巡り合わせなんだな。じゃあ、準備してる間やっといてもらって、うん、それを巻き巻きしながら、どうしよう。おい、了解です。なんすか、経験しゃぶってなんなんですか。うわ、
音が違うんだね。おいでおいで、バスちゃん、おいしいおいしいワカサギだよ、釣れるよこれは。お、来たー、イエーイ、出発。目がかり、目がかりっぽい気がする。目がかりだね、うん、めっちゃでかい、やばいかもこれ、呼んじゃったら絶対。今までありがとうみんな、さようなら。